悪くない。今日悪くない。おお、あ、まあ青が確定してるから中段揃うのかな。やって、初めて箱に行きます。あ、嘘でした。箱使ったこと1回だけありました。そして全部飲まれました。これでようやく10ぐらいだよ。悲しくなってくるよな。どうやったらこう盛り上がってくる。まあレア子役なんだろうけどね。うわっ、すごい変な入り方。ああ、チャンス目のやつだ。チャンス目で当たりましたね。チャンス目取れてないんだって。ダメな台ばっかりずっと打ってるからなのかもしれないけど、この頭が奇数、今165ゲームですけど、頭奇数ゲームで何か起こることがまずないんだよね。まあボーナスも数引けてないっていうことなんだと思うんですけど。そう考えると、そのまあ前言ってた通常 B ってやつですけど、もう行くだけでいい台、少なくとも1じゃないんじゃないかみたいな。
頑張れ。危ない。あーダメだ。負けて即研修行くっていうラッキーパターンないかな。ないか。あとここでもう一勝と外れが出るとかね。たまたま僕が読んだ本にはだいたいボーナスも100ゲーム以内に設定1でも 40% ぐらいボーナスが出てくる。それは天国に行ってなくてもゲーム数が前の方に来るのも含めてなんですけど。嘘だよね。そんな来ないよね。40%絶対ないと思うんだよ。あーまあ天国ループして、そうかそうか、天国でループしてんのも含めて、そういうことか。ついに負けに転じてます。ない。お、シャッター文字付き出たじゃん。またもう上踏んなくていいよ。600の頭から始まってる前兆で、そのスタートのステージチェンジの時にね、番長のロゴが白黒でついてたんで、あれ厳しそうじゃん。うわーダメだ。結局天井だ。タッチセンサーは液晶のすぐ下にあるよ。そう、それそれ。これはね、得意げにやりましたけど、僕も人から教えてもらったんです。どうかね、私のカーコレクションは。夕方まで打ってると、だいたい2回ぐらいは天井食らうんですよね、いつも。なので、1日打ってると、やっぱ3、4回は優に行くでしょうね。2周ぐらいが勝負だね、本当に。そこまでで何か感じ取れないときはもう素直に引いた方が身のためのような気がしますね。なんとなくやっぱその先が気になっちゃうんで、ずっとダラダラ行ってどうなるもんかと様子を見続けておりますけど、どうにもならないという結論を今のところ達しております。それでも気になっちゃうんだよね。さあ800台のゲーム数合格です。なんじゃ。行くぞ。
確定っていう告知が宣言を超えてた場合には次回天国が確定するんですけど、まあ超えないですね。基本超えないです。ていうか見たことないです。今ペナルティーを食らってスペン超えるかも分かりませんね。大丈夫かこれ。あれ、あれ、あこうやって当たるんだ。花見で初めて勝つ。まあ、ド天井ですね。ただ。あ、ギリギリミーモさんに変わったか。ここからそのB だかなんだかわかんないですけど、いいモードに行くとはあまり思えない。となると100以内のラッキーゲーム数解除か、もしくはもう子役解除しかないですね。ハイマック来たぞ。あ、ホコピンベルだった。抜けた後に2本も行った。何じゃこれ。あるか。あ、青じゃん。あるね。チャンス目、チャンス目引いたから、まあ銀扉が出て、で今度は銀扉自体で 50% だ。別にベル引いて銀扉だからどうのこうのとかじゃなくて、扉自体の確率で抽選です。うわ、弱いじゃん、パンチが。よし、仕留めた、仕留めた。さあ、頑張れ。今日は仁王門が非常にいいですね。